どうもー、影やんです。お久しぶりです。今僕は早朝のウォーキングをしています。久々ですね。久々にこう撮影する感じなんですけども、まあ3週間ぐらい前ぐらいからちょっとこうウォーキングをしだして、ほんで今に至るみたいな感じなんですけど、全然こう痩せないですね。まあ歩いてる距離がね、だいたい3キロぐらいなんで、まあ大したことないんで、ね、なかなかね、痩せないかもしれないですけども、なかなかですね痩せません。まあまあ健康のためにもね、ウォーキングは続けていきたいなというふうに思っております。夏の間はちょっとなかなか歩けなかったんで、これからしっかり歩いていきたいと思っております。あ、そういえば9月にね、サーフィンをね初めてやりました。初めてね、なかなか面白いんです。面白いんちゃうかなって、まだ面白いって分かるとこまでは行ってないんですけども、来年からちょっとやっていこうかなっていうふうに思ってます。もちろん最初やったんで、水着にラッシュガードを買って、それを着て、ほんでやったんですけど、まあ、パドリングをやるのがもう精一杯みたいな感じで、なかなかねあれやったんですけど、こう海っていうことはやっぱ自然じゃないですか。その自然にこうと一緒にこう活動するっていうのはすごく心地いい疲れにつながってね、すごく気分のいいものをやったんでね、これがまあハマる、サーフィンにハマるその要素というか、その一つになってるんちゃう。サーフィンの面白さもあるけども、そういうなんかこう自然とこう接するっていうんですかね、そういうのがなんかいいんかなっていうふうに思ったりもしました。ということで、今日も、今から、3キロほど、ウォーキングを続けたいと思います。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうも。